鬼滅の刃柱稽古編の放送日は2024年の2月の4日です。今のうちに高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さあ、柱稽古編とはですね、柱よりも下の階級の者が柱を順番にめくり稽古をつけてもらえるというね、特別な編となっておりまして、そんな柱による稽古の様子を描いたのが柱稽古編となっておりますね。さあ、そして本日はそんな柱稽古編のすべての情報をまとめていきたいなというふうに思っております。すべてね、考察ですので、参考までに、していただけたらなというふうに思っております。さあ、それではもう早速やっていきましょう。さあ、放送日でございます。さあ、いよいよですね、12月の10日に、プロモーションリール2024が公開となります。おととしのプロモーションリール2021では、2021年の9月の25日に、公開。そして、約2ヶ月後の、12月の5日に、遊郭編の第1話が放送となっておりました。続いてですね、去年のプロモーションリール2023では2022年のね12月の10日に公開、そして約2ヶ月後の2月の3日にね、刀鍛冶の里編の第1話が先行公開されておりました。はい、皆さんお気づきでしょうか。そうなんですよね、鬼滅の刃っていうのはプロモーションリール公開から約2ヶ月後には最新作の第1話が公開となっているんですよね。これはね、ここ2年間変わっていないんですよ。つまりですね、このことから今年のプロモーションリール2024は2023年の12月の10日に公開ですよね。そして約2ヶ月後の日曜日は2024年の2月の4日なんですよね。はい、節分の、そして鬼退治の次の日ということで、この日に柱稽古編の第1話が公開となるでしょうと。いやー、もう分かってしまいましたね。アニメ、鬼滅の刃の続編の放送日、そう、鬼滅の刃柱稽古編の放送日は2024年の2月の4日日曜日前後になる可能性っていうのが、まあ、非常に高いんですよね。いやー、楽しみですね。プロモーションリールの傾向からすると、マジで2月の放送っていうのは確定だと思うんですよね。皆さんはどう思いますでしょうか。ぜひね、コメント欄の方に、ご意見の方もよろしくお願いいたします。さあ、続いてアニメ構成ですね。アニメが柱稽古編っていうのは全部で7話となるでしょうということで、柱稽古編の原作はですね、128話から139話と全12話とね、鬼滅の刃の編の中でもかなり短いんですよ。で、アニメの本編は4話ほどとなりそうなんですよね。まあ、柱稽古編だけですと、まあ、さすがに内容も薄く短いのかなと思いますので、外伝のアニメ化と完全オリジナルアニメ化ね、今回アニメ化されるんじゃないかなというふうに期待されております。その場合ですね、放送時系列とアニメの話数はこんな感じとなるでしょうと。外伝アニメが計2話、そしてオリジナルアニメが計1話、そして、まあ、柱稽古編の方が計4話の合計7話の放送で、まあ、このような順番でね、放送となってくるんじゃないかなと思います。まず外伝アニメが放送されまして、そしてオリジナルアニメが放送されて、最後に柱稽古編というね、順番で、まあ、本編の、ストーリーにつながっていくんじゃないかなと思います。毎週1話ずつの放送なので、まあ、1ヶ月半にわたってのね、放送となってくるでしょうと。まあ、ハンクールでのね、放送っていうのが、まあ、一番濃厚ですね。さあ、続いて主題歌でございます。
柱稽古編っていうのは、まあ、とっても短い編なんですけども、もちろん、主題歌っていうのは存在すると思います。そしてね、そんな主題歌の、アーティストとしてね、一番可能性が高いのが、エメ、ミレイ、リサでございます。この3人っていうのがね、まあ、非常に可能性が高いのかなというふうに思っているんですけども、今回は大規模な編ではないため、これまでのアーティストっていうのを再び起用する可能性っていうのが高くですね、UFO テーブルと、まあ、つながりがね、特に強い、この3人っていうのが、まあ、個人的に来るのかなというふうに思っております。まあ、マンウィザミッションはね、なさそうなんですよね。さあ、まずは一人目。エメなんですけども、エメはですね、残響参加、朝が来るとですね、遊楽編の主題歌を担当しており、鬼滅を大いに盛り上げた存在ですと。しかしですね、刀鍛冶の里編では、別のアーティストになり、埋もれてしまった逸材と。これでは本当にもったいないですよね。再び、鬼滅で盛り上げてほしい、本当にね、大物アーティストとなっておりますよね。やっぱりエメさんは残響参加がね、本当に素晴らしかったんで、まあ、再びああいったアップテンポの曲っていうのが、まあ、ちょっと来るんじゃないかなと思っておりますね。そして続いてミレイなんですけども、ミレイはですね、普段は単体での活動っていうのがメインのアーティストとなっておりまして、いや、今回ね、ミレイが単体で来る可能性っていうのが高いですよね。しかし、まあ、刀鍛冶の里編では、絆の奇跡、恋焦がれと、コラボでの楽曲とね、なりましたと。実は、ミレイは単体での方が、自身の持ち味である、個性っていうのを、発揮できるんですよね。つまり、そんな個性を、存分に発揮できる場を、鬼滅でも、設けてほしいということで、まあ、ミレイがね、単体で、来る可能性っていうのも、まあ、非常に高いのかなというふうに思っております。さあ、そして最後はリサと、いうことなんですけども、もし、外伝のアニメ化があるとするならば、まあ、一番可能性が高いのかなというふうに思っておりまして、煉獄杏寿郎といったら、まあ、やはりね、リサさんですよね。ホムラ、明け星、白金と煉獄さんがいるところに、リサっていうのは必ずいますと。つまり、煉獄さんと共にリサが再び帰ってくる可能性っていうのが、まあ、非常に高いのかなというふうに思っております。そんな感じで、柱稽古編ではですね、この3人の誰かになる可能性が非常に高いのかなと、まあ、思っております。ちなみに、新規アーティストの、まあ、可能性っていうのもあるんですけども、予想するとね、本当にキリがないので、画像と一覧で読み上げていきます。さあ、新規アーティストとして可能性があるのが、リンとしてシグレ、カナブーン、アオイエイル、フロー、サユリ、キングヌー、崎山壮志、夜遊び、アド。まあ、この中のね、誰かになってきそうですと。まあ、個人的にはキングヌーのね、オープニングっていうのが、まあ、一回見てみたいかなっていう感じではあるよね。はい、ということで、まあ、そんな感じで、柱稽古編の全情報まとめでした。高評価、チャンネル登録の方、そしてね、コメントの方、ぜひともよろしくお願いいたします。では、皆さんまた次回のところでお会いしましょう。うっばー。